ふえよホークスファンチャンネル、どうも小柳です。お願いします。藤原遥人投手プロ初先発デビュー。8月20日のね、4軍戦にて、今季育成1年目のね、藤原投手がですね、プロ初先発デビューの方を果たしました。藤原投手と言いますとですね、ここまでね、中継ぎ1本でね、登板の方を重ねていたんですけども、まあ、本人のね、強い先発希望というのもありまして、ルーキーのこの1年目にですね、先発登板にありつけたというね、今回の登板だったというね、形でございます。今回のね、先発登板に先立ちましてね、リリーフ登板ではあったんですけども、イニングの方もね、1イニングから徐々にね、毎回こう2イニングずつ投げるような形で、少しずつね、イニング数だったり、こう球数だったりもね、試合の中でこう増やしていくことができていたので、先発登板としてのね、準備はね、少しずつですけども、本人の中で進められていたのかなというね、形でございました。そんな中でのね、8月20日4軍戦でね、プロ初先発というね、藤原投手だったんですけども、投球結果の方がですね、3回4失点ということでね、残念ながら、黒星というね、形になってしまいました。今回がですね、地方球場だったということでね、球速の方がね、ちょっと不明というね、形ではあるんですけども、最初ね、1イニング目2イニング目はですね、最初2イニングはですね、非常に力強いストレートを中心に組み立ててですね、しっかりアウトをね、積み重ねていく、こう藤原投手らしい、投球スタイルでね、乗り切ってはいたんですけども、やはり新境地3イニング目ですよね。このイニングでですね、明らかにボールがまず高めに行く、場面が増えてしまって、バッターがね、かなりの頻度でまっすぐをね、こう捉えていたなというね、形でございました。長打を浴びてね、主に4失点、最後の3点はね、ホームランを浴びてのね、トータル4失点だったということで、やはりやっぱ課題はね、スタミナなのかなというね、形でございますね。高校時代はね、ずっと先発をやっていたと思うんですけども、やはり大きく違うところがですね、中継ぎをやって、こう、最大球速というか、マックスがね、ぐんぐん上がっていた中で、先発登板ね、こう、飛ばしていって、やはりガス欠を起こしたのかなっていうね、見ていての印象でございました。ただですね、やはり本人の希望はね、入団当時から、先発一本だというね、風に強く言っておりますので、おそらく来年ぐらいからはですね、先発での登板がね、どんどん増えていくんじゃないのかなというふうにね、予測はしているんですけども、今シーズンがね、まだ1年目というね、シーズンですので、多少ね、やっぱ先発として、結果が出なくても、全然ね、そこはね、本人の全て経験になりますから、それよりもですね、やはり藤原投手、ここまでね、実戦登板を始めてからですね、大きな怪我なく、ここまでね、シーズン乗り切ってますので、残りのね、1ヶ月半ぐらいですかね、非公式試合を考えますとね、残りの1ヶ月半ぐらいですかね、残りの1ヶ月半も、しっかりここからね、怪我なく、先発調整、でね、少しずつイニングの方も伸ばして、頑張っていってもらいたいなというふうにね、思います。やはりね、1年目というのをね、考えますとですね、やはり大きなライバル、自分の球団にね、ドラフト1位の前田優吾投手がいますから、ぜひね、毎回ね、僕はちょっと動画ではね、前田投手と藤原投手をね、比べがちではあるんですけども、ぜひね、ここまでのね、伸びしろといいますか、入団投手からのね、伸び具合で言いますと、やはり藤原投手がね、とんでもないぐらい、伸びてますのでね、特にやっぱりボールのスピードがね、それを物語ってるなと思いますんで、ここからね、藤原投手も先発として、やっていくと思うんですけども、やはり自分の最大の魅力であるね、ストレート、力強いまっすぐですよね、そこをこうどれだけ先発でもアピールしていけるのかっていう部分をね、どんどん首脳陣の方に見せていってもらいたいですし、次回はね、やはりこうスピードガンのちゃんと出るところでね、先発してもらえるとね、我々もね、
ありがたいかなというふうに思いますんでね、ぜひまた藤原投手の先発登板に期待してね、見ていきたいなと思います。本日の動画は以上でございます。